海上自衛隊では現在、FFM と呼ばれる新たな艦種である最上型護衛艦の建造を進めている中、次期 FFM とされる FFMAAW の構想が具体化しつつあり、防衛装備庁と三菱重工業は、2023年11月7日から2日間にわたってオーストラリアのシドニーにある、インターナショナルコンベンションセンター ICY シドニーで開催された INDOPACIFIC2023 で、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この INDOPACIFIC2023 とはインド太平洋地域における最大規模の兵器展示会で、防衛装備庁では三菱重工業などの日本の防衛産業を支える企業とともに、防衛装備品輸出三原則に則った上で日本の防衛装備品の輸出を促進すべくブースを展開し、その中に海上自衛隊の最上型護衛艦 FFM をさらに発展させた FFMAAW の模型が展示されていたな。今回は海上自衛隊の最上型に続く次期 FFM が具体化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、FFM と呼ばれる最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦であり、それゆえに新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したよ。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種とされているな。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式の機関が搭載されており、その内訳は MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN車12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載とされ、7万馬力を発揮することで最大速力30ノットでの航行が可能だぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機に C ラムガ1機の他に、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に、1七式艦隊艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH-60 系ヘリコプター1機が艦載され、さらに対戦ミサイルや対空ミサイルが発射可能な垂直発射システム VLS-16 機が後日搭載とされていて、2025年度からすでに収益している3隻に加えて今後建造される艦に VLS が搭載されることになっているらしい。防衛省では当初、この最上型護衛艦を22隻建造する計画であったが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、最上型護衛艦の建造は12隻で終了することとして、さらに新たな設計のによる新型の FFM を10隻建造することを発表したよ。そして、8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになることが公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造されることが決定されて、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているね。一方で新型 FFM はその艦種名が FFMAAW とされ、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているな。最上型の基準排水量3900トンに対して、この FFMAAW は4880トン前後にまで増加されており、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているぜ。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量4550トンか、高波型護衛艦の基準排水量4650トンをも上回ることになり、
フリゲート FFM ながら駆逐艦サイズの汎用護衛艦 DD よりも大型艦となるというよ。また、この新型の FFM AAW には、最上型護衛艦と同様にステルス性能が追求されていることから突起部分が少なく、これまでの護衛艦以上にステルス性への配慮がなされたされた艦隊デザインが特徴的で、舷側がのっぺりしているだけでなく、レーダー反射断面積 RCS 低減のために主船体、上部構造とも外国のステルス艦と同様に傾斜角が付されているみたい。さらに、その外観上の大きな特徴となっている艦橋頂部に配置されている棒状の、通信用アンテナが統合されたマストである NORA50 複合通信空中線、別名 UNICORN-UNI けどシーオンバインドレディオアンテナユニコーンが搭載されているな。そして兵装は、62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、17式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機 324m 3連装単魚雷発射艦と最上型護衛艦とほぼ同じであるのだが、大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS の搭載数が最上型では16セルとされているのに対して、新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって倍増となる32機が搭載されることになっているぜ。さらに、最上型護衛艦において後日搭載される16セルの VLS のすべてに、07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定とされているんだけど、新型 FFM では艦式号が FFM AAW とされていることから、アンティエアーウォーフェアーすなわち対空戦に対応する艦種であることが察せられ、その VLS にはスタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いとして、防空能力が強化されるものと見られているね。また、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊自衛隊では護衛艦を新造してもその人員確保が困難とされていて、最上方では消費とかが徹底されているぜ。例えば艦橋の操舵室には従来の同規模の大きさの護衛艦であれば10人前後のクルー配置が必要とされていたのであるが、最上方では操舵室の中央に車のハンドルほどの大きさの舵輪がある航海式艦席、その左側にレーダー縁席、艦橋右舷側の端にある艦長席の3席のみで、戦時であってもその他に艦橋で見張りの任務に就く信号員を足した4人で運航することが可能というわけだ。また、護衛艦の心臓部である戦闘式助 CIC は360度ディスプレイで囲まれた円形になっていて、各モニターに表示される情報は自由に設定が変更でき、CIC 内の全員が艦内各部署に設置されているカメラやセンサーからの情報を共有することができるらしい。そのことによって戦闘管制だけでなく、運航操舵各種機器管理なども CIC において一元化されたトータルシップコントロールシステム TSCS が採用されており、少人数でも艦内すべての情報の取りまとが可能となり、このクラスの護衛艦で必要だった従来200から300人ほどの乗員が最上方は90人程度で運用が可能となっていて、これは FFM AAW にも引き継がれるものとされ、海上自衛隊と同様にオーストラリア海軍など、人員不足に悩む海軍にとっては消費と化された FFM は大きなメリットをもたらすものと見られているぜ。日本政府と防衛省ではこの防空機能が強化された FFM AAW を、防衛装備品移転三原則に基づいて第三国への売り込みを図っているとされ、それによって同艦の建造費を低減させることを目論んでいるとみられ、今後国内外における防衛装備品の展示会などで強くアピールしていく方針であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。